ナルトウトウガネ食虫植物群落では、猿、5月12日日曜日、10時から11時30分まで、春の観察会を行いました。まず、食虫植物群落を守る会の会長、国の天然記念物ということで、ナルトウトウガネ食虫植物群落、名前はご存知だと思います。で、指定されたのがここに大正9年と書いてあります。大正9年というのは実は、国の天然記念物の制度が出来上がって第1回目の天然記念物として指定されたところになります。こいつ10カ所あったんですけど、10カ所のうちの1カ所と、珍奇なる植物の所在地および固有なる原野植物群落と、で珍奇なる植物というのが食虫植物のことを指している。で固有なる原野植物群落というのはここでは湿生植物が多いということです。約3万2000平米で、食虫植物がこれだけの種類があります。ただ一つだけ不便というのはありますけどね、野生定着してたのが実は水環境悪くなっちゃって、また水槽に系統保存ということで、ね、生き生きしていると、全国で8種類見られるというのは数少ない、関東ではもちろんここしかない、少人数で、ガイドつきますので、これが馬の足型。花はピンクの花なんです。まだこれから先なんですけどね、ここにちょっとね、つぼみが上がってます。これ、こっちから入りたいってこと？入るとね、大変だよ。入れない5年から懲役、もしくは100万円から罰金だよ。ダメだ、刑務所に入っちゃう。捕まっちゃう。こういう感じで、ですね、虫が捕まっている状態が見られることがあります。必ずしも見られるとは限りませんが、こういうふうにね、虫を捕らえると、コモセンゴイ、こういうのが、見られたと思います。ススキの穴を掘り取りますと、コモセンゴイが穴の隙にこういうのが出てきます。これはだいぶ前に撮った写真で、周りにあまり草がありません。
今だいぶ周りに草がね咲いてくるような状況になってきました。ちょっと小毛仙石にとっては住みづらいかなというような感じになってきたのかなと。でススキを掘り取りますとこういう感じでススキの穴の縁にもう小毛仙石が出てきます。穴の底から出てくるっていうのはまずあまり見かけないです。でここの方は水分が多すぎる。これであの食中毒物白花仲間の石もこれがマラスです。これが、ここでは食中毒物の中では気象の時期を変えるとこの群落の色が変わります。3月の下旬から4月にかけてここ黄色になります。それから黄色というのは蜜蜂の霧で紫色あの春リンゾこれはまた黄色になります。馬の足がで、6月になると野原草原の紫が紫色です。そういうふうに、まあ、月を変えるとどん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 色が変わる様子が変わってきます。また違う時期に、おいでいただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ終わりにしますので、どうもありがとうございました。ありがとうございました。夏の観察会は7月21日日曜日です。午前9時30分に受付開始。観察会は10時から11時30分までです。観察会以外でも花たちに会うことができますよ。鳴門東金食虫植物群落へは千葉東金道路東金ジャンクションから圏央道を銚子方面に乗り継いで山武鳴門インターで降ります。鳴門東金食虫植物群落のことならこちらのホームページにお任せください。こちらのチャンネルでは鳴門東金食虫植物群落の情報もたくさんお伝えしますので、高評価、チャンネル登録をお願いしますね。